あ、いいですね。もう先日ね、昔のお金を、お預かり、したということで。100円。はい、じゃあ。はい、ありがとうございます。頂戴します。はい、今日はね、岡山駅前の岡山駅前商店街にね来てるんですけど、今日はあの一つの依頼ということで、あることをやろうかなと思います。あの先日ね、昔のお金を、お預かり、したということで、こちらに昔のお金があるんですよね。これ元からいいですか？これ磁石にこういうところが引く、磁石で、で、実際ねこれをね使って、見ようかなと思います、まあ、もちろんねそのまま気づかずに、お支払いがね終わってしまうかもしれないし、気づいてちょっとなんだこれはということに、なったり、どちらかですね。ちょっと今日はねこれを、実際に使えるのかという形でやっていこうかなと思います。使う場所といえばね、ここでしょうということで、ちょっと今日はねもう何も連絡なしに今日は来てんで、ちょっと行こうかな。あー結構飲んでられて大丈夫でしたかね？次の日連絡なかったけど、あまあでも楽しんで、そうそう初めてだったから、ありがたいです。ありがたいですね。はい、ね、今日も。ね、今日もちょっと一杯お願いしてもいいですか？はい、はい、いつも。いつもね、はい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。100円。はい、じゃあ。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。頂戴しました。はい、頂戴しました。はい、何これ？何これ？これ待って、待ってたでしょ？何これ？いつの？昭和？昔の100円？昔の100円なんですよ。え、こんなの使っちゃっていいの？速攻でバレましたね。あるんですよ、もうなんか。いや、別にいいけど。これどうしてこんなものを貯めてるの？多分リエちゃん知ってると思うんですよ。お父さんに古いお金を貸して、リエちゃん、ママの店によく来てくれる方で、でリエちゃんも一回なんかヘルプで入った時にというか、おられて、で、なんていうの、ちょっとドッキリやってくれと。バレちゃった、ごめん。
そうですね。この違い。サイズは一緒なんですよね。本当だね。変わんない。一緒。50円が、ね。ですよね。昭和40年。40年。ねまだ生まれないよ。でこれで映画が見に行けたらしくて、50年で、ええ、すごい見えるじゃない、見えるね、え、うん、ね、普通に。でこの50年は30年ですね。ってことは10年で穴が開いたのか。そうですね、ね、そうか。で法律的には問題ないんですけどね。そうだよね。あの、まあ、小判とかは絶対無理ですけど。そうだね、まあ、小判だったら価値がやばすぎて。それはやばいね。すごい、お米が、お米かなこれ。お米ですね。大きいね。今の100円、お花になっちゃってる。持ってんすか。なんかさ、お客さんがさ、くれた。パロリ。パロリ。一番強い。この中に、ね、封筒。そう、封筒。この中に、見てほら。うわ、本当だ。これ1枚の1000円。で、これ綺麗だからね。あ、あれですね。ほら、生地。うわ、あ、昔の、昔ので、ちょっと前で。ちょっと前。今のはどこどこだっけ？今のは。あ、そうだね。私ね、これね、ちょっと前に見たときに、偽札だと思ったんや。あー、やっぱり思うね。わからない。こっちはわかるけどね。これ偽札だと思ったんよ。そしたら、本物でした。で、ね、リアルに。だからせっかくなんで、はい、あの、わからないふりっていうか、ちょっと演技を。OK。あ、じゃあ、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、もう1個入れろ。これでいい？あ、もうこれ、はい。じゃあ、200円です。はい。ありがとうございます。じゃあ、もらいました。はい。ありがとうございます。今日なんか早いですね。ちょっと、ちょっと大きくない？大きいですね。大きいね。300円かと思っちゃった。はい。っていう、あの、ステッカーができた。すごい、ここ見た見た。まあ、店舗用に貼ろう、店舗向けのステッカーにしようかなと思ってるんですけど、まあ、その QR コードあったりするんですけど、まあ、今回、特別に、ここでもね、また配布。ごく一部、少数配布できたらなと。そうそう、ということで、5センチ5センチですね。すごいね、これ。すぐ分かったよ。かなちゃんとイケちゃん。かなちゃんそっくりよね。でしょう。うん。いろいろ顔っていうか、その写真をね、選んでこういう加工したんで。はい。すごい。はい。すごい。大きいね。そうだね。素晴らしい、6枚ついてる。で、まあ、これもあの名刺をね、注文されて、メルマガ登録していただいた方に、もう登録してる方は、まあ、全然大丈夫なんで、うん、あの1枚プレゼントします。すごい、ね、でもちろんその今、ね、リエちゃん、女性店長がいるときに、そうそう、言ってくれたら、大丈夫です、はい、その他の店員さんだと、あの効力、意味がない、意味がないというか、その分からないので、はい、はい、いうことで、お願いします。はい、まあ、その1枚っていうのはシール1枚なんで、このまま一瞬でなくなってしまう。全部ね、これ1シート持ってくるかもしれないね。はい、ちょっとお願いします。はい、ちょっと、はい、もうやつ、さっきのやつだいぶ、苦労したんですけどね、いろいろこのまま出したら絶対バレるじゃないですか。だから、ね、選んでやったんですけど、やっぱり、ちゃんとお金ね、そう、色が違う、汚いな、これ。ね、確かに、何これ重たいよ、はい、で、いつも綺麗とか出したらわかるな。でもこれね、酔っ払ってこう飲んでて、でなんかもうバタバタしとったら、ありがとうございますってなるのに、あとで。ねえ、これ有効なところで使ったら多分殴られるだろうね。使うでしょ、そこで。なんかすごい、じゃらじゃら100円玉出して、4000円って言われて、なんか。40円。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はね、昭和30年から40年代に、製造された、昔のね知恵を、使いました。
まあ、もちろんね、普通に使うことはできるんですが、まあ、場合によっては、まあ、特に若い店員さんのいる場所とかはなんだこれはと、ちょっと待てよみたいな感じでちょっと時間が、理解されるのに時間がかかるかもしれないですね。まあ、使用方法など、まあ、よく考えて、タイミングでね使っていただけたらいいなと思います。それではまたご視聴ありがとうございました。失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。